これさ、魔界への入り口じゃない？大丈夫？ダニ？あ、またダニ。もしかして？なになに？またあの白い妖怪のつぶやき？白い妖怪。なんと USA で雲海峡に再会。しかも USA の雲海ネットワークをいつでもどこでも自由に使わせてくれることに。これでいろんな場所にワープできるデミス。以上か。雲海ネットワーク？なんと興味深い設定。やっぱり雲海峡ってもっといろんな場所にいるってこと？もしや日本でも。何？そうみたいだにね。うさぴょん、そういう大事なことは最初に言わないと。みーじゃなくてハクに言うだに。私も雲海ネットワークを使わせてもらおう。そしてこういう時はお悩みを解決してあげるパターン。雲海峡のってこと？うさぴょんくん、雲海峡のお悩み探してみて。やるだに。ラジャーだに。って、なんでミーが使いっぱしられてるだに？探すっていうか別に普通に会いに行けばいいんじゃね。雲海峡のお悩みがお知らせ隊に追加された。お悩みを解決してあげよう。そこにおるのに直接聞けばいいじゃんね。てかやべえな、人の数。こんなにおったっけ？お知らせった。妖怪お知らせった。雲海峡、ペローン、大ピンチです。私、タゾの担当の雲海峡なんですけど、タゾって何？近所の泥ターボに鏡を汚されちゃうんです。もう泥だらけです。泥ターボっていう妖怪がおるわけか。このお悩みを受けますか？ほい。あ、別の場所の雲海峡なわけね。ミーたちに任せるだに。お願いします。泥タボを一匹でいいから追い払って。私はずっとタゾの駅前にいますから。泥タボをやっつけるだに。泥タボをあと一匹だに。泥タボ。タゾの駅。これはナビは出ないの？クエスト。雲海峡。ないぞ、雲海峡とか。お知らせった。こっちで。タゾの駅とは一体どこぞや。とりあえず駅って言えるけん。電車よね、ここは。うわぁ、すいません。いくら言っても言うこと聞かん悪い子はいねえが。来たー。生ハゲ。うすら影。おっしゃ、行くぞ。くっそー、粘ったんだけどな。敗北。でも、あとちょっとやったね。ははなんかお腹すいたね。うさぴょんはどう？怒ってる。ごめんなさい。もう危ないことはしません。このまま交通ルールを破り続けたら、もっと大きな罰が当たるだによ。はい、気をつけます。絶対だに。罰がどんどん変わっていくの？それはきついよ。あ、でも家に戻されんくてよかった。このハテナは一体。マンホールか？いや、違うな。この辺、あれ？別に何もない。もうちょっと近づこうか。どの辺？あ、こっちは違うね。こっちの方か。あ、この辺？濃いね。猫飯。木か。ん？違うな。あ、ここに何か。あ、縦札や。ピコーン。それより猫飯が気になるんやけど。謎の縦札を見つけた。さあ、クイズは？白い眉毛がお似合い、右手に尺を持つ。魔法。わからぬ。魔法っていう鳴き声の妖怪はわからぬ。俺犬派なんだけどな。あ、なるほど。彼女が猫派なのね。見て、このお店。猫と一緒に食事ができるんだって。ここ良くない？ここにしようよ。猫と一緒にっていうのはお店の猫と一緒にってことか。自分が連れて行くわけじゃないんやね。
駅で何タタゴタボなんか知らんけどそんな感じの名前のとこタドなんかタナンとかやった。普通に行けるんかな。電車に乗るには乗車券が必要です。一日乗車券を買います。タゾノ何新しいお知らせを受信したみたい。ね、どこに向かえばいいのこれ。タゾノっていうとこでいいんかな。これは桜木行き。桜木行きだったら多分違う。本日も山彦線をご利用いただき、声が違うよ。ありがとうございます。山彦線、ケマモト行き普通列車。次はタゾノ。おー、ひまわりとか咲いてる。外の景色も全然違うね。なんかすっごいめっちゃ自然がいっぱい。いいね、いいね。未開の土地へ行くよ、私。未開じゃないやろうけど。初めての土地へ行くよ。タゾノで降りますか。ほい。でもまだまだあんだけ行ける場所があるってことは、これからその辺も行くことがあるんかな。めっちゃ曇っとんやけど。よし。ここの駅前におるって言ったね。こっちから出れる？あ、おったおった、運河駅を。ペローン。私の波を引き受けてくれた人ですか？泥タボはこの近くの田んぼに住み着いてるみたいなんです。このままじゃお仕事できません。早くなんとかしてください。この辺の何？田んぼの中？あ、なんか落ちとる。まずい漢方を手に入れた。やったね。この人は畑の人、ここの。畑というか田んぼか。すぐそこの看板にあぜ道に入ると危ないと書かれているんじゃが、そう言われると逆に入りたくなるの。え、危ないんでしょ？どの辺にいるの？え、これ？この看板か。さっきおばあちゃんが言ったの。危ない。このあぜ道は入るたびに長さが変わります。出口がどこに繋がっているか誰にもわかりません。あぜ道を引き返すことはできません。あぜ道では日記をつけることはできません。何それ恐ろしい。でもぜひとも、今度挑戦してみたいね。ここは？関係ない。入れねえ。関係ないんや。え、じゃあここのあぜ道は関係ないってことか。入れねえ。これ怖くねえなんか。怖すぎじゃね。え、泥タボこの辺におるって。んー、ちょっと待って、どういうことだ？向こう側？なんかここに人が。お前さん、こんなとこに何の用じゃ？ここは田んぼとあぜ道しかないぞ。確かに。え、なんか行ける場所めっちゃ限られとんやけど。え、あぜ道に入ってったんでいいってことかな？入ってったら危険って言われとるけど。入ります？じゃあ、延々あぜ道に入ります。え、怖っ。延々あぜ道ってまたなんか、めっちゃ嫌な名前やけど。え、てか地図もないやん。どういうこと？え？なに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 ？ご利用くださいましてありがとうございます。何を？え、日が暮れてきたんですけど。早くね、日が暮れるの。うわー、なんかだ、ね、何今の。ね、なんか現れたよ。ね、今なんか、おったよね。え？ね、なんか足音ついてきてない？消えた。ね、これさ、魔界への入り口じゃない？大丈夫？なんか電車の音が。誰？僕は削っているんだよ。少しずつ、少しずつ。ほら、君も削っているんだろ？少しずつ、少しずつ。え、何それ？削っている。ほらね、思った通りだった。君も僕と一緒なんだよ。あぜ道の出口が少し近くなった気がした。お、マジで？何？縮まったの？
あぜ道の出口を削ってくれて、あぜ道の道を削ってくれてるってこと？私一瞬さ、命を削っとるとかそういう怖い意味かと思ったよ。今の返答の仕方で良かったってことやね。なんかさっきからさ、ちょっとかっこよさげな音楽に変わったんやけど。え、誰？何これ？突然妖怪が襲いかかってきた。マジかい？急に。足でまといて続かなそう。よし。なんか勇ましげな音楽なくなったんやけど。え、夜が明けてきた。いや、まあ夜が明けてくれた方がそりゃあね、怖さはなくなるんだけど。おお、雨降ってきたし。ね、これ本当に出口近くなったの？本当に出口近くなったの？終わり全く見えないですけど。でもさっきから左側に何か、ね、あれなんか、かかしかい。人かと思ったわ、一瞬。え、びっくりした。あれは妖怪だよね。あの妖怪話しかけた方がよかったんかな。あ、あれ出口じゃない？鳥居あるし。てか、これは何？ミニゲームですか？全然、運河駅を関係なかった気がする。延々あぜ道脱出！脱出とかそういうことなんや。新記録。運河駅のお悩みは、来世の滝とかいう場所に出たんですけど。え、何来世の滝って。なんか降りよう、あれ。あ、運河駅あ、こっからワープで出れるってことや。ね、あれは誰？あっち行けないの、これ。ね、あっこ誰かおることない？気のせい？え、髪の毛でしょ、あれ。髪の毛たなびいてますよね。あれ？気のせいなの？ほらほら、誰かおるって。女の子おるって、あそこ。来世の滝、これ飛び寄るのって魂？なんかわからんけど、帰ろ。ペロー。出口までワープします。ペローン。びっくりした、ここかと思ったし。あ、これ出口なんや。え？え？もう普通にあれかな？普通にさ、こういうので探すってこと？ん？これ何これ？これなんかない？気のせいかな？気のせいか。何もいなさげだなぁ。これ普通に蝶々やし。ん？これは？アイテム、アイテム。人参を手に入れた。畑から人参取っちゃダメだよ。え、普通にこうやって探していくってことか。妖怪いる、妖怪。牛乳を手に入れた。そんなとこに。妖怪何もいないんすけど。妖怪、妖怪。お、この辺。この辺。てやー。あれか。こっちか。妖怪の気配がする。こいつ？こいつじゃね？もしかして。多分。あ、消してしまった。え、妖怪の気配なくなったよね。なくなったよね。妖怪。あの、名前忘れたんやけどさ。お、いるね、この辺。妖怪の気配がする。誰？これは誰？泥多忙かな。てか本当にこういう感じで捕まえるのか？なんか若干違うような気がせんでもないんやけど。こんな地道なの？泥多忙かな、これ。うお。わからないけど、とりあえず半分ぐらい減らした、今。ててて。て、おい、待て。待てってば。んー、なんか不気味だな、こいつ。怒った、怒った。待って、だいぶ体力が、どこ行った？あ、ここだ。はい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 。
いけるいける、このまんま。お、来ただろ来ただろ、これこいつじゃない。泥タボ、ほら泥だらけや。泥タボを見つけた。来た来た来た、泥タボを襲いかかってきた。やっつければいいだけよね、仲間にするんじゃなくて。ってことはもうこれでいけるわけや。3匹もおるし。はい、バトルスタート。おーし、行くよー。うすら影の陣。叩け叩けー。ぼーっとしよった一瞬。チャージ完了。そして、完璧なおもてなし。キラーン。いや、体力満タンだったわ。はい、回せ回せ回せー。何、なんていいよ。でかいな。お、いいね。やった。チャージ完了。ちゃんと吹きたまえー。ひょ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 。消しコロン。何が？はい、必殺技。で、で、他を返せ、他を返せ。お前らのなの？あ、待って、ここいなくなったんですけど。僕とウサビーム当たんない。当たんないよ。さあ、そして向こうの技が。どの範囲？味方の力が大ダウン。お、なんかいいねもらってありがとう。さあ、後ろに下がりな。下がれ。おっしゃー。恨みの力やって、怖。勝利。柔らか牛すじやったね。美味しそう。仲間にならんのかい。ほい、雲外鏡、雲外鏡、やっつけたよ、3匹も。ペローン。田んぼの泥タボーたち、追い払ってくれました？ほい。ペローン。ありがとうございます。これでお仕事が続けられます。お仕事再開？それってやっぱり絶対あれだよね。雲外鏡のお悩みバッチリ解決。これで雲外ネットワークが。てか、あの駅の向こう側からあっちに降りていけるんかな。いやー、それにしても雲外鏡さんの鏡ってピッカピカ、お手入れされてるのがよくわかります。なんか絵に描いたようにゴマすり出したんやけど。それほどでも。綺麗すぎて吸い込まれそう。そしておまけにワープしちゃいそう。もうわかっとるやん。ワープですか？それならお安いご用ですよ。ほう、ほんとですか？わざとらしいやつだに。もしかして、ワープということは、あの有名な雲外ネットワークも使えちゃうってことですか？雲外ネットワークにご登録ですか？もちろん構いませんよ。これでワープしまくり人生っすね。なんだその人生。雲外ネットワークの仲間たちには伝えておきましたから、今後は各地の雲外鏡でいつでもどこでもワープできますよ。街の中で雲外鏡を見かけたら、ぜひ声をかけてくださいね。やったやった、ありがとう雲外鏡。お、いろんなところに雲外鏡を使って日本の、ジャポンの様々なエリアでワープができるようになった。早速雲ネットでワープ帰宅と行きましょうか。略すな略すな。いざ雲外ネットワークの世界へ。じゃあこっからもうシューンって家まで行けるわけや。ペロン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープしますか。ほい。で、何？行き先選べれるの。おー。ミソラ家。ミソラ家にワープしますか。ほい。すげえ、ああやって映るんやね、家が。ただいま。おほー、さすがウンネット。あんな田んぼの近くからでも一瞬だね。いやー、これからは探偵業がもっとはかどりますな。でも一回は話しかけて登録せんといかんわけやね。何？よーし。それじゃあ張り切って。何？張り切ってダラダラしますか。まただに。まあまあまあ、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。